はい、続きましては紀北町美山区にあるお寿司屋さん、渡りの工房柿で有名な一富士さん、はい、渡りの工房柿というとね、はい、幻の柿なんですよ。はい、では阿部静江さんの表情に注目してご覧ください。はい、阿部さん、はい、やっと来ましたね、柿寿司の一富士さんに。なんかもうさっきから気になっちゃってたんですよ柿寿司が、はい、そう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 、ここね、すごい柿のコースがあるんです。ああ、それで柿寿司をねちょっと味わっていただきたいなと思っていますので、ぜひ行ってみましょう。すいません。大将さん、こんにちは。いらっしゃいませ。またまたお邪魔しちゃいました。阿部静江さんと今日は、はい、ありました。どうもよろしくお願いします。ここはもう柿の渡り柿のお寿司、さっきからねずっと食べたい食べたいってね言ってられてね、はい、なんと今日は贅沢にも渡り柿のコースも、わあ、すごい楽しみなんです。ちょっとワクワクしてきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごいですか。わあ、すごい、わあ、こういう状態のすごい綺麗ですね。ね、そうです。地元ではこういうふうにして海苔を食べる、はい、うん、わ、美味しい。何でもしますね。ね、コトコトしている間に、わ、でっか。うわ、立派な。何ですかこの立派な大将。はい、すごいじゃないですか。びっくり。ちょっとびっくりしませんか。いや、阿部静江さん特別仕様じゃないですよね。いつもこんな感じ。今ちょうど。今どうですか。はい、じゃあやっぱシーズンによって随分カットも変わるわけですね。そうですね。これはまあ結構大きい方です。やっぱり大きい方ですね。ケージを開けれますか。あ、一応みんな口は開けてますから。もう熱々じゃないですか。わ、ちょっとここに置いちゃっていい？はい、どうぞ。その湯気、この、うわ、すごい。ちょっとレモンに。はい、ね、いい感じに。いい感じですね。ちょっと私も猫を絞って、はい、いただきます。はい、わ、いい絵描きですね。いい感じですね。熱くないですか。大丈夫ですかね。熱いですね。熱いですよね。うん、うん、美味しいですよね。もう伝わります。すごく伝わります。美味しいの知っています。いや、ちょっとこれ、これこんな贅沢なことないですね。いただきます。そっちの身の方が大きかったね。お待たせしました。どうもありがとうございます。これをそうずっと食べたかったんですね。はい、柿寿司、柿寿司ってこんな感じなんですよ。ぜひちょっと食べてみてください。これはもうこのまんまいただく、はい、そのお味がついてるんですか。はい、そうです。そうですよね。あ、そういうこともそうですよね。はい、そのままね、やっとここまでたどり着きました。本当にこの光沢、照り、はい、ね、いいですよね。いただきます。はい、うん、うん、ちゃおうかな。うん、いただきます。うん、どうですか、美味しいですか。なんとも言えない味付けがしてあると思うんですけど、いただきます。やっぱり美味しい。あのね、うん、味が凝縮されてるっていうか、あの詰まってます。うん、酢飯とちょっと甘辛く炊かれたこの柿とが、なんとも言えないハーモニーを。うん、本当ですね。ねえ、なんかもう渡り柿本当堪能させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか初体験でした。はい、ありがとうございます。あ、でもね、はい、私があの伺った以外に大将の方からなんかもうワンプッシュこのお店の、今の渡り柿はまだまだ知られてる、知られてないっていうか、結構まだまだ
全国的には知られてない。そうですね、知る人ぞ知る幻の牡蠣、はい、っていうことですよね、はい、それで毎年お客さんが増えてるような状態ですので、はい、もっともっと宣伝して渡り牡蠣を広めたいと思います。もうぜひぜひ東京も来ていただきたいですし、はい、あのコースお得ですね、かなりね。はい、お得だと思います、はい、新年会もあれぐらいのお値段で行けるんですか。はい、行きますよ。あ、じゃあおすすめです。はい、皆さん、幻の牡蠣、渡りの工房牡蠣どうでしたでしょうか。映像で見る限りどんな味かわからないのが残念ですが、安部静江さんの表情を見ていただけましたでしょうか。どれ食べても美味しいんです。本当にね、何度も何度も言いますが、癖のない、本当にね、癖のないって言ったら牡蠣らしくないのかもしれないけど、でも本当にね、癖のないね、本当に食べやすい美味しい牡蠣なんです。これね、本当に美味しいです。ぜひね、皆さんも食べてほしいなと思いますが、安部静江さんの表情もなかなかのものでしたね。はい、そんな感じでちょっと一休み、 CM どうぞ。